みなさんこんにちはニューホプチバのスミヤですえ今日は7月27日土曜日列王記第2の16章10節から20節までを通しまして神の掟を軽んじる罪ということで見てまいります列王記 第216章10節から20節アハズ王はアッシリアの王ティグラト・ピレセルに会うためダマスコに行った時ダマスコにある祭壇を見たアハズ王は祭壇の図面とその模型を詳細な作り方と一緒に祭司ウリアに送った 祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものとそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づきその上に登った。彼は 全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための交わりの生贄の血をこの祭壇に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿の間から動かし、 この祭壇の北側に置いた。それから、アハズオは、祭祀ウリアに次のように命じた。朝の前唱の捧げ物と、夕方の穀物の捧げ物。また、王の前唱の捧げ物と、穀物の捧げ物。この国の民全体の前唱の捧げ物と、穀物の捧げ物。 並びに、これらに添える注ぎの捧げ物を、この大いなる祭壇の上で焼いて煙にせよ。また、全唱の捧げ物の血と生贄の血は、すべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は、私が伺いを立てるためのものとする。 司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。彼は 宮の中に作られていた暗息日用の覆いのある通路も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズが行ったその他の事柄、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。アハズは、 先祖と共に眠りにつき先祖と共にダビデの町に葬られた彼の子ヒゼキヤが代わって王となったユダの王アハズはダビデの道を歩まず神の目に悪である偶像崇拝をしてしまいます危機の時にはアッシリアの 王により頼むということもしてしまうんですけども10、えー、節にはこのように書いてあります「アハズ王はアッシリアの王ティグラとピレセルに会うためダマスコに行った時ダマスコにある祭壇を見た」。「アハズ王は祭壇の図面とその模型を詳細な作り方と一緒に祭祀」 ウリアに送った十一節を見ますとウリアにそれを作らせたとさえ書いてあるんですけれどもなぜこんなようなことが起こってしまったんでしょうか。えー、ダマスコは、えー、アラムの首都とも呼ばれてるんですけども第二列王記の28章の23節にはこのように書かれてあります。彼は自分を打ったダマスコの神々に 生贄を捧げていったアラムの王たちの神々よ神々は彼らを助けているこの神々に私も生贄を捧げようそうすれば私を助けてくれるだろう、えー、とんでもない王様ですね、えー、世の中で、まあ、いろいろなこう誘惑といいますか私たちの目を引くものがあります まあ、一番大きいのは成功ああいいなあ私もああ有名になれるかな私もリッチになれるかな私ももう少し楽な生活ができるかもしれないああ彼らが崇拝している神々彼らのやっている礼拝の方法を取り入れよう。まあ、教会でもですね残念ながら時々そういうことがあります。 あの教会は何か人が集まってる、あの教会はなんか元気がありそうだな祝福されてるみたいだなよし私たちもそのやり方を取り入れようか。神の御言葉の真理に沿って私たちはいろんなことから学んで取り入れていくならばいいんですが世の中の中をしていく。あこれを使ったらいいかもしれないな。 えー、まあ、一番危険なことなんですけどもこの形、えー、手法というよりも大事なのは心の態度を神様は見ておられます神により頼む神の御言葉を大事にするのではなく自分の考え自分がこう見て よく見えるもの、気に入ったもの、なんか成功そうに見えるものっていう誘惑罠に気をつけなければならないというのが。今日のこの御言葉の教えている大事なポイントではないかなと思います。はい、えー、さらにですね、えー、恐ろしいことが出てくるんですけれども、えー、十八節。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある通路も。 外側の王の出入り口もアッシリアの王のために主の宮から取り除いたなんとですねこのレプリカダマスコで見たそのアラムの祭壇を真似して作らせるだけじゃなくて器具をですね 神の宮の器具を動かしてしまって位置を変えてしまってさらに、えー、アッシリアの王のために、えー、通路を取り除いたと書いてあるんですね、えー、神を恐れる神を軽視する結果何が起こるか、えー、多くの人々がいろいろなものを礼拝しいろいろなものを追い求めていくんですけども私たちは 神を恐れるのでなければ人を恐れるようになってしまうんだという真理をここから学ぶことができます人は何かを礼拝するように作られているんですね まあ、アイドルと呼ばれるものがありますけれども「あああの人いいなあ,ああいう風になりたいな」話し方を真似たり着てるものを真似たり今は大谷さんがですねもうすごい、えー、人気ですけども大谷が買った、えー、服とかですね、えー、そういうものがもうすぐ売れてしまう、えー、また彼のユニフォームをみんなが買い求めるということがあるんですけどもいろいろなものを私たちは偶像化してしまい「ああ ああ慣れたらいいのかなあ自分もこうなりたいかな影響を受けることはその方から学ぶことは大事なんですけども形やその外側のものにだけ惹かれてしまうと本当に大事な心理から私たちはそれてしまうという弱さがあります。えー、ローマ書の6章のの章節をお読みしますすあななた方は知らないのですか あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのですつまり罪の奴隷となって死に至りあるいは従順の奴隷となって義に至ります、えー、エデンの園に、えー、善悪の知識の木と命の木がありましたね そして神様は命の木から取って食べるようにと言ったんですけどもアダムといえば人類の祖先ですけどもそれをおろそかにしてしまってまあサタンに誘惑はされたんですけどもその取って食べてはいけないという木の実を取って食べてしまったんですね私たちはイエス・キリストの十字架によって救われて今その前に戻されています霊的にはつまり選ぶことができるんです 命を選ぶか死を選ぶかあなた次第なんですこれが神様が与えてくださった救いであり私たちを自由の中に回復してくださったんですまた罪を選び死を選び滅びの道を選ぶこともできるんですけども命を選び神の真理に私たちは進むこともできるんですこの恵みを私たちは無駄にしたくないですね はい、この「列王記」のたくさんの王様の失敗の歴史を私たちは学んでいますけども私たたちもキリストにああってて王とととさされれ書いてありますこれは神がすべての王国王様の人生をも世界をも支配しているということを教えているだけではなく私たち一人一人の心の態度神に対する信仰姿勢のあり方を示唆する大事な大事なポイントになってきます。 罪に妥協することなくまた罪の誘惑にまた自分自身の身を委ねてしまうならばまたその奴隷となってしまってそして罪の結果を刈り取ってしまう。神が私たちを滅ぼすんではなくて対処されていないな罪が私たちを滅ぼします罪は人間関係を傷つけあなたを汚しあなたの人生を ダダメメににしししままますす家族をダメにしてしまいますですから私たちはその誘惑に気をつけなけなればなりませんそれを守るためにイエス様が来てくださってイエス様を通して神の愛が注がれ私たちの心が変えられ神の御言葉に対して「はい主よ」と応答する信じる心が与えられています。今日も神様はあなたの心に働いています。世の中にたくさんの成功例たくさんの魅力的なものがあるかもしれません。 でもそれらに気を取られそれらに引きつけられそれらをに自分自身を捧げてしまうならばその罪の奴隷となってしまうと聖書は言っています。むしろ私たちをその罪滅びの中から救い出してくださって神の子王の王主の主と私たちがつながり私たち自身も王として。 主と共にこの地を治めるために、主はあなたを呼んでくださっています。私たちはこの命の君、神に繋がりたいですね。そしてもう私たちに恥しか与えない、私たちを本当に苦しめる、また人間関係を傷つけ、家族を害してしまうようなその罪の誘惑を断ち切りたいと思います。上辺が重視され、本質が見失われている時代ですが、 私たちは見えら見えるその作られた偽りの上辺の世界ではなく真理を本質を見づくものになりたいですね神の掟をか軽んじる罪それは神の言葉を軽んじる罪です私たちの心を正しましょう神の言葉を神の言葉として受け取る信仰者になりたいですね神を恐れなければやがて私たちは何かを恐れ 人を恐れるようになってしまうからです、えー、私にも三人の男の子がおりましてかわいいんですけれども本当に子供を愛してるんですけども言うこと聞かないときはこの野郎 っていう気持ちになってしまいます愛の神は私たちを深く愛しているがゆえに私たちが神のもとに戻ってくるようにまた神様と個人的な愛の関係を持つようにと今日も招いていますしかし私たちの中に神様は同じような性質も作られていろいろなものを楽しみいろいろなものからこう受け取れるように神様はその感性心も 用意されてるんですねですので一人一人興味も違うし個性も違うんですけどもそれは神神がが与えてくださり作ったものなんですそしてこの問題ですね誘惑の問題私たちはあ誘惑されちゃいけないとあんまりにもこの世と自分自身をあの切り離そうとしても逆効果の場合があるんですね。むしろ 私たちはいろいろなものを楽しんでいいんだ喜びなさい楽しみなさいでもその最後に一番の喜びとして神様を大事にするという心の姿勢を私たちは学ぶことができます神は愛であってあなたを奴隷にしようとしていません むしろこの世のものを追い求めていくとこの世のものの罪の奴隷となってしまうということから私たちを自由にしたいんですあなたたを作った作り主がいますその方は愛の神でありあなたを今日も愛と恵みそして自由と解放の中に招き入れたいと待っておられます。命の君ににに神神様様ながる信仰者りりままししょう、えー、お祈りいたします神様 愛しててくださってありがとうございますイスラエルを神の栄光を表す器として選ばれそして恵みのうちに救いそして神様の御手によって支え守ってくださっている主よありがとうございます今も私たちあなたを求めあなたを信じる者たちをそばに引き寄せてくださり私たちをあなたの栄光の器として用い整えようとしておられることを感じます。どうぞ今日、えー この場所であなたに触れていただきあなたの愛と恵みによって束縛ではなく奴隷ではなく自由の中に解放されますようにお一人お一人にどうぞ主よ触れてください語ってくださいあなたを第一にしますあなたを喜びにしますあなたを恐れあなたの御言葉を心に 刻んで歩む信仰者になりますどうぞ主よお一人お一人を強め導いてください主イエスキリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン